おはようございます。おはようございます。ね、あの12月も入りましてね、はい、寒さもだんだん寒くなってきて、あの新博の曲付け、強い仕事をこれからできますんでね、それをこの機でやっていこうかなと思います。きつい模様をつけていきますんで、はい、今回は。これは先ほど掃除をしました。掃除してるんですね。もともとはもっとね、葉っぱいっぱい生えてる状況だったんですけど、掃除をして、今この状態と。で先生、あのこの間、お話ししていただいた針金の畳み込み方を今日紹介してほしくて、ああこういうね、こう針金ありますよね、はい、これをこう一回こうオウム型を作ります。オウムっていう字、これ枝だと思ってください、針金が枝だと思ってください。これ枝ですよ。だ かなりこう90度以上ここ曲がりますからね、はい、これはオウム型で、これをですねもう一曲つける。これをこれこう押さえて、こういうこれ反対側ちょっともう一回やってみますね。これが今度はこれ下側来ましたからね、はい、でこれをこれこう2つ持ってここでやった、そしてこういう模様でここでこうねじり入れてもいいです。これだけの模様ができますかね。立体的な模様ができる。この木でこれができるかどうか分かんないけど、できたらこれやってみます。この木で、はい、これをやるとやっぱ手だとこの周りはできないと思うんですね。そう、手じゃこれできない。手でやってみましょうか。これはできないこともないけど、これやろうかいからね。針金ならね、針金アルミ線だから、うん、そうそうそう、真ん中からこうやる、こうやってやるんですよ。やっとことかだと、やっとこだとね、この角度がね、鋭角につけられるんですよ、はいはい、角って。これだと横から見るとここが丸でしょ。これがこのやっとこでやるとここが ね角度がカクッてした、ここが R がついて角度じゃなくてカクッて、こうそういう角度ですけど、こういう畳み方、うん、そう、私ちょっと力もなくなってきたんだね。こうやっとこを使うようにしてます。なるほど。でこれ針金かけていきます。分かりました。まあ、今回はだからこの木をどんだけちっちゃくできるか、うん、そうっていうことですね。ちょっと木にかなり負担かかるけど、うん、今回やってみます。お願いします。あの黒木なんで、はい、導線かけてきます。もう下の方はねちょっとこれ曲がんなそうですね、ちょっとできないんで途中からかけちゃいます。わかりました。猫が喧嘩してる。ちょっとね、太めの針金かけてきますから、はい、あんまり面白い木ではないですね、この木は、うんうんうん、そうだね、ちょっと盆栽になるかなっていう木ではないですよね、よねこれね。うん、でこれ どこまでこう小さく模様がつけられるかっていうのは、そうですね。そうですね。素材の救済じゃないけど、そう、うん、こういうのでもちょっと作れるっていうのが、なんとかできたらいいな。これ幹には大体かけ終わったんです。はい、でちょっと曲げてみますか。曲げましょう。さっきみたいに、でもこの太さであの曲げできるんですか。うん、これここなんかほら、あ、これ強い模様ついてるでしょ。はいはい、ここがカクカクってなって、うんうん、でこの辺で作ってみようかなと、はい、こう曲げるところの先端、うん、はい、ここに針金が当たってないとこう曲げた時が折れちゃいますからね、はい、必ず曲げたいところの背中に針金が来るように持ってきます、うん、この間で曲げたらこう折れますから、はい、これあのこう当たってるんでここで保護されてますんでね。でねちょっと木が硬い場合はね、うん、こう少し揉んでやるといいんですよ。揉む、うん、少し柔らかくなるか、これであのこれ揉まないとこれこのぐらい緩くな、あの曲がんないですからね、はい、あの針金の巻いた方向に締めていかない、うん、はい、逆にこうねじっていくと
緩んできますから、巻いた方向にこうオウム型作っていきます、うん、でちょっとこれ邪魔なんで抜いちゃうかな。出たなってるでしょ、これ。そうですね、これをこっちへ曲げるかな、はい、こっちは自然だと思う。これをこっちのこの両方持ちます、ここに、はい、両方持って、それで下を固定して、うん、でこう曲げて、なるほど、こういう模様。これはね、やっとこう入れるときに、うん、こう長さっていうか変えてもいいんですよ。 こっちがこうグッて上がるぐらいにして、こっちが下がってこっちが上がるような、そういう角度で持ってきてもいいです、はいはいはい、これがなるほど、こういう角度、斜めに、うん、そう斜めです。もう一回やると、ここ、はい、ここが今こうついてる、はい、ここを90度に曲げる以上に、はいはい、これをそしてここ締めるとオウム型になるはず。ああ、なりました。なってます、はい、で今度は反対側曲げてみようか、こっちへ、はいはい、反対側に曲げてみます。なるほど、こんだけ縮まってるんですよ、うんうんうん、ちょっとここが後ろとこう一直線になってから、ちょっとこう角度変えてもいいですけど ね、こうやって見るとこっちが一つになっちゃってますからね。これをこう全体にやってってみると、うん、かなり締まってきます。浮かせてみますか、うん、ちょっと太いから、うん、今ここまで曲げて、うん、今度こっち返してきますからね、これ、はいはい、ここでまだ大丈夫です。これを反対側にこうひねっていきます。で、もう一回この先でやってみます、はい、ちょっとね、ここで一回ひねれて、この先でやるかな、うん、ここはね、ちょっとここでひねりを入れます。すると、この辺でできますよね、はいはい、ここでオウム型作っていきます。今度はここで切り返します、はい、今こう90度以上曲げたけど、うん、全然裂けて割れても何もないでしょ、ほら、ね、ここまで曲がりますかね、今。太いとこはちょっと気をつけた方がいいけど、はい、こう細いとこはここまで曲げられるんです、ね、うん、今の時期で、ここに折り返します。これちょっと裂けたな、ここは。これ裂けてもだいたい半分ついてれば大丈夫ですから岩だったら。なるほど、一応薬は塗った方がいいですよね。うん、塗らなくても大丈夫だよね、この枯れてもいいんだから、ここは枯れてこれまだこれ下に一般になる。そうですね。あ、これ正面決めてなかった決めるか、曲げることばっかりかな。こっち流れ、こう正面にするかな、こっちで、これこっち流します、こっち流し、うん、うん、もうちょっとこれだけ太いとオウム型はちょっと無理かもわかんないん で、ね、普通に曲げてきます。これひねるときは、ね、必ず巻いた方向にひねっていかないと、はい、針金効かないですかね、はい、で折れますから逆にやっちゃうと。わかりました。これでね、ねじり少し入れとけば、はい、
あの後でシャリつけてた時にね、シャリがこう粘着して上がってきますからね、こう若いうちに必ずあのこうねじり入れといた方がいいです。で木がこれ若いですから骨格を作るのが目的ですからね、枝を作るんじゃなくて骨格、骨組み作っていかないと。だから少しね強い仕事になります、心拍だと。ちょっと太いかなっていうぐらいの針金のがいいですよね。で今ねこれ見るとかかって曲がったとこないんですよ、どっか一箇所ぐらい作ってたらいいんです。そうですね、かかってた、これここで作りますか。じゃあかかって曲がってた、ここで大型作っていますか。こんなんだったら別に自分でやればいいのかな。こうやってですね、こうキューッと輪っかになった、それから口を戻す、ここがダメか。でこれで2つ持ってこう両方を曲げる、思いがついてます。あとは全体的なまとまりですね。だいぶ複雑な形になりました。複雑なものです、ちょっとね先端切ってきますから、これ葉っぱが伸びすぎてから、先端だけ、ちょっと細かい針金は今回かけないで、ちょっとね先端切るだけでもなんかこう形が見えてきますからね、なんとなく方向性はついてきたかなっていう。そうですね。ただやっぱりね、ここだね。ここがね。これね、これ後で思いっきり曲げるか、これ。太いの入れてね。ね、これかっこ悪いよ、これ。いや、曲げ方、ここが一番わかりやすいですか、そう。この辺が一番よくついてるかな。一箇所ね、あ、これ裂けたとこあるけど、裂けたの一箇所だけ。はい、ここだけ。どこだっけ、ちょっと食べてる。他はね全然あの傷ついてないから大丈夫そうです、だから今の時期は、もう12月入ったんで、このぐらい強い仕事やっていいんです、ちょっとあの不安だったら下の方ね少しあんまり強いのやんないで、残しとけば、なるほど。これはこんな感じで、今回こんな感じかな。畳み込みの方法とコツですかね。だから心拍だけじゃなくても五葉松とかまでこの方法でちっちゃくこう伸び、伸びしたやつは縮めていく、ちょっとねこんだけ強いことはできないと思うけどね、心拍だからこれできるけど、五葉松はちょっとここまでやってきついかなっていう感じがする。赤松やったけどできるね。赤松はできる、できる。枝は、まあ、こんな感じでちっちゃくできますよ、動画でした。ただこの先こいつは多分おそらく曲げましょう。そう、ここね、この次ここだね。ラファエルか。ちょっとこれ土どかしてさ、で上げてからここ曲げてみようか。曲げてみましょう。ちょっと今の時期最適な曲作りの時期ですからね、あのちょっときついかなっていうぐらいやっといたわけです、で不安があったら下の方だけちょっと残すような形で。わかりました。あの枝一本あれば盆栽になりますからね。わかりました。ということで、畳み込みの動画でした。はい、はい、ありがとうございます。それでね、あとね、ま、違う、もう一つね、例えばね、あのこうひょろひょろっとした長い木で、あの全然模様がついてないやつ、それをこういうふうにね、模様つけてってもいいんですよ、こういうふうに。これが一本でこう横にこう伸びてる木とか。この要は分針みたいなことですね。分針を例えば横にした場合、ちょっと斜めでもいい、そうするとこういう細かい模様を何箇所も作っていく。これかっこいいんですよ、ここの模様立体的に。そうそうそう、これわかるかな。
こういうのもね、何個色こうずっとつけたか。こういうのって、これ一本でね、うん、買ってもいいですよね。そう、もうこれだけで。で、立体的なマグの作り方です。うん、ということで、はい。ありがとうございました。はい、どうも。